初恋男神佐藤健三月底旋风来台拍摄代言广告，日前他惊喜释出来台三天两夜的 vlog， 快来一起看看吧。その中でも一番辛くないやつにしてもらったらしいですけど、なんかでその一番下のやつなんですけど、めっちゃ辛かった。好きなんですけど、めっちゃ辛かったですよ。昨日空港に行った時も思ったんですけど、ファーストラブを見てくれてる人がたくさんいるんだっていうことはすごい驚きました。ファーストラブを作る時、その撮影に入る前に監督とか、スタッフとかみんなでご飯食べた時も、やっぱり日本以外の人たちにも思いが叶った気持ちがして、すごい嬉しかったです。68点ぐらいですかね。俺の中で悪い点数じゃないんですけど、インテリアとか好きなので家は欲しいですね。あ、はい、本当に自分の好きな空間作りたい。住む家でもいいし、事務所みたいなオフィスみたいなのでもいいし、何でもいいんですけど、現実で動物園に分かりました。レトルトカレーとか考えたら、冷凍食品とかプロデュースしたい。あ、手軽に食べられる で、はい、では日本から海外にも送れる食べ物、美味しいものを食べます。心の許せる仲間と一緒に食べれるといいですよね。空港行ってあんなに歓迎してくれたの本当に驚いて嬉しかったので、やっぱり感謝を伝えたいです。応援してくれてるんだなっていうのがすごく伝わって、皆さんにこう喜んでもらえるような作品を届けたい気持ちがより一層強まったので、本気で作品作りに励んで皆さんに届けられたらなと思います。